ジョルジュリ・ビエルはフランスの作家、美術評論家。雑誌、印象派を観光し、印象派を世に紹介した。ピエール・オーギュスト・ルノワールとは、1874年に第一回印象派展が開催される前から、親しかった。ルノワールのムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会では、右手のテーブルにノルウェール・グネットやフラン・ラミと共にモデルとして描かれている。 1876年の第2回印象派展では、レスプリモデル主に、絵画の日田京派と題する批評を掲載した。1877年の第3回印象派展に際して、ルノワールの提案を受けて、雑誌、印象派を出版した。その中で、リビエールは、次のように書いている。作品から主題を排除し、色調の対比と調和を求めた印象派の特質をついている。 主題を主題そのものとしてではなく、色調として扱うこと。これが印象派の画家たちと他の画家とを区別する点である。リビエール、印象派1876年4月6日1921年、ルノワールの伝記、ルノワールと友人たちを執筆した。ありがとうございます。